はい、どうもこんにちは、たましぐです。いや、実に久しぶりの YouTube の動画の投稿になりますね。夏になっちゃってバイク全然乗らないんで、とうとうね、動画がなくなっちゃいました動画の投稿素材がなくなっちゃいましたね。今までね、結構真冬とか真夏に、動画撮らなくても、それまでの間に撮ったやつとかで結構食いつないでやってたんですけどね。今回ね、初めてですかね、こんなになくなっちゃったの。まあ、それだけ夏前にもバイク乗れなかったっていうことですね。引っ越しとかしてたんで。はい。やっと、まあ、真夏の終わり。まだ今日ね、ちょっとまだ今日も暑いですけどね。今日は9月の2週目の3連休の真ん中の日曜日ですね。もう涼しくなってきて、秋が楽しめるタイミングになり、なる頃ですね。まだ今日は天気予報で35度とかなんか言われてるんで、暑くなりそうな感じですね。はい。いや、ほんとね、引っ越しとかしてたし、仕事もなんか忙しいしね、YouTube 本当なんかもうやんなくてもいいかなとか若干ね思ってきてましたね、正直ね。はい。そのぐらいね、なんかもうちょっと忙しくてあれだったし、もうなんかいいかなってちょっと思っちゃってましたね。まあでもバイクにね乗ること自体ちょっとやってなかったんで、まあ、ちょっと今日は暑いけど乗りたいかなとか若干思いましてね。無理して乗るわけではないですけど、乗りたい欲求に従ってね、今日は乗ってます。やっぱり暑いですね。クールミストスプレーみたいなシュッシュッシュッシュしてようやく乗ってるって感じですね。暑い。オタフクのなんか冷感インナー頭巾みたいなの被ってヘルメット被ってますけど、まあ、これ口まで隠れちゃってるんでね、結構暑苦しいかな。なんかこれいいらしいんでね、アマゾンとかで見ていいらしいんで買ったんですけど、暑苦しいな。でね、私ちょっと YouTube ちょっとやる気がなくなってきてるなっていう感じがまああるんですけど、まあそもそもね、YouTube やり始めたの2029年ですか？もう5年ぐらい経ちましたかね。その時ね、ちょっと、一時ね、会社の給料がちょっと少なくなってたんですよ。2018年度比で2019年、ちょっと会社の収益が良くなくて、で、いや、給料、なんかだいぶ下がっちゃったみたいな、ボーナス下がっちゃったのかなっていう感じがあってですね、給料少なかったんですよ。だからね、給料下がっちゃったから、まあ、その補填で、YouTube でもやって小銭稼ごうかなみたいなね、そういう横島の思いからね、始めたんですよね、YouTube ね。YouTube で給料補填するほど稼げたらね、苦労しないですけどね。まあでも、おかげさまで、収益ゼロじゃないですから、やっぱ収益ね、あるだけで違うと思いますよ。月いくらですかね、数千円ですけど、3ヶ月に一遍ぐらいね、YouTube から1万円ぐらい振り込まれるわけですよ。結構嬉しいですよね。1万いくら入ってきたってね。やっぱり大きいですよ。で、まあそのね、収益を当てにした小銭稼ぎを当てにして、まあ YouTube を始めたわけなんですけどね、私ね。その4年ほど前に。で、まあ収益化無事にできて、まあ、ほどほどにやろうって感じになった頃合いに、まあ、YouTube でね、収益上がるようになって目標を達成できたんで、まあ、良かったわけなんですけど、安定して収益が入るようになる頃合いには、なんかもうそもそものね、目的の仕事の収入が少なくなっちゃったから、ちょっと YouTube でもやって小銭稼ぐかなと思ってた、まあ、その理由であるね、仕事がなんかもう本当忙しくていろいろあって、なんかあんまり YouTube 頑張ってやれないなみたいになっちゃったんですけど、まあ収入がまあ結構戻ってきたわけですね。下がっちゃった時に比較してまあ戻ってったわけですね。今ではもうその当時のなんか下がっちゃったからお金稼がなきゃって思う前の金額よりも多くなって、まあだからね、総合的に今の方が
収入が多いみたいな感じになってるんですけど、うん、まあ、要するに YouTube をやらなきゃという動機がなくなっちゃったわけなんですよ。もう収入下がったから小銭稼ごうと思ってたけど、収入上がったから別に稼ぐ必要ねえんじゃねえみたいなね、そういう感じになっちゃったんですよね。うん、だからまあ YouTube やる必要ねえじゃんみたいになっちゃったんですけど、まあそれでもそこは自分のね、まあ趣味みたいなもんでもあるわけなんで、ね、趣味で YouTube やれてるってまあなんかね、贅沢なことかもしれないですけど、まあ趣味でやってるようなところもあったんで、まあなんとなく続けてきてます。続けてきてました。今日現在までね。うん。ただなんか、まあさすがに今年の夏ちょっとしんどかったなっていうのがね、ありまして、うん、なんか投稿がね、だいぶ少なくなっちゃってました。はい。ただまあ一時ね、入るようになった、小銭が、なんか途絶えるのも寂しいんで、まあ、あんまり無理ない範囲でね、頑張って続けていこうとは思っていますんで、まあ、今後ともぜひ、よろしくお願いいたします。ということでね、YouTube、なんかあんまりやる気なくなっちゃったとは言いつつも、別にやめるわけではありませんので、まあ、私がね、YouTube やりだした当初、5年前ぐらいから、ずっと根強く応援していただいている皆さん、私が動画を投稿したら必ずコメントしてくださるゼロさんですとかカムイさんとか、あと遠近さんとか、はい、必ずコメントして応援していただいている皆さん、他にも今ちょっとパッと思いつけられなかった他にも皆さんいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、そんな多くないですけどね、固定客でコメントしていただいている方は、はい、どうぞ皆さん今後ともこんな面白くもなくエンタメ性もないダラダラとやってる動画ですけど応援していただけたら幸いです。ということでですね、はい、本日の動画はちょっと YouTube をやる気がなくなってきちゃったという話題でした。はい、以上で今日の動画は終了します。それではまた次回の動画もよろしくお願いします。たましぐでした。さよなら。